やる気、元気、たまき。はい。今日はファイザーのワクチン2回目でございます。出発する前です。今から行ってきて、また淡々と、その後の発熱があるのかとか、痛みはどうかとか、レポートしていこうと思います。はい。では行ってきます。2回目も何も緊張してないかな。うん。淡々と打ってきます。では、また。はい。はい。何もじっくりともしなかった。本当ですか？良かったですね。激痛。はい。ありがとうございます。はい。打ってきました。なんかね、今回は。プチッともしなかった。さっき動画の中で言ったと思うけど、肌をこう触られたかなくらいの感触しかなくて、打ったんすかみたいな。なんかそのくらいの何の痛みもなく終わってきました。先生に動画撮影していいですかって言ったら、あの撮影の人ねって覚えててくれ。撮影の人です。すいません。撮らせていただきました。はい。で、今、打ったのが3時半くらいで、今5時くらい。子供たちのお迎え、そのまま直接行っちゃって、1時間半くらい経ったか。うん。今のところ何にもないですね。うん。痛みも、しびれも特にない。で、ね、皆さんが、ここでセットとか、この辺りをよく飲んどけって言ってたので、今コンビニで買ってきました。飲みます。さあ、あと今晩とか明日とか熱出るかな？明日すごい大事な用事があるんですよ。出かけなきゃいけないの。うん、娘を連れて。大丈夫かな？まあ大丈夫かなって言っても、熱出ても絶対死んでも行かなきゃいけない用事なんだけどね。そう。頑張ります。ということで、またレポートします。はい、では、また後で。はい、こんにちは。音はいろいろ通るね、トラックとか。娘もいるんだけど、今日ワクチン打ってから何時間？20時間経過しようとします。今、昨日の3時半ぐらいに打って、今、翌日の昼の12時なんですけれども、娘のコンクールがね、みんな動画審査になって、今撮ってきたの、で、今日発熱しながらそれ付き添うことになるかなと思ってたけど、何にも熱も出ない。何にもないです。ただ、頭がちょっと痛いのは、ワクチンのせいなのか、いつも、頭痛持ちなのでそのせいなのかが謎すぎる、うん、ということでとっても元気です。はい、娘ちゃん元気？うん、うん、元気なんだと思います。今めっちゃ雨に濡れたね。はい、じゃあね。お尻がびちょびちょだね。自転車びちょびちょだ。はい。晩ご飯前に検温をしたよ。何度かな？じゃん、子供用の体温計だけど 37.11。 まあ微熱っちゃ微熱、うん、まあうん、でもまあまだポカポカするなくらいだね。うん、はい、 37.11。 こんにちは。ワクチン打ったのは6日の夕方で、今日が8日の夕方なので、50時間経ったかな。丸2日経ちました。丸2日経って今はもうすっかり何にもないです。今までの経過をまとめるね。またコンタクトつけてないから見えないんだ。まず6日打つ前の体温が 36.3 でした。で、で、2時間後くらいから頭痛がしたんだけど、いつも頭痛持ちなんですよ、私。
頭痛持ちだから何の頭痛か分かんない。ワクチンの頭痛かもしれないし、いつもの頭痛かもしれないし、よく分かんなかったから、とりあえずカロナールは1回飲んだ。うん。で、収まって。で、打って5時間後の体温 36.6 度、うん、普通だね。で、翌日7日打って18時間後体温 36.5 度、まだね変わりないですね。で、頭痛まだあるかなないかなくらいの感じ、うん、よくわかんない感じで、あとは左手打った腕の指先までがなんかうっすら痛いかもしれない、うん、みんなかもしれないみたいな程度、めちゃめちゃなんか何か辛いみたいではなくて、なんとかかもしれないみたいな感じで、うん。で、その日はあれよ、娘のあの録音にずっと付き合って、外に午前中くしゃみでしょ。ああ、くしゃみした。鼻がむじむじしちゃった。誰かが噂している。うん、で、午前からね、昼まで、あの、娘の付き合って、帰ってきて、22時間後だね。打ってから22時間後。7日の午後に、1時か2時くらい。なんかうっすら寒気がするかもしれないと思って。ちょっと寒いかもと思って体温測ったら、36.9。うん。微妙な、微妙な体温だね。で、それで夜になって27時間後、打って27時間後、今度暑くなってきたと。暑くなってきて体温測ったら 37.1。 この 37.1 度が今回のあのファイザーのワクチン2回目のマックス高い体温でした。 37.1 でちょっと暑いかもなって思って、微熱ともっていうか分かんない、うん、なんとも言えない数値が最高で、それ以降はもう普通に戻って、本日何日目って言うんだ、打って2日後朝から何にもないです。はい、ね、なんか私のリアル友達、私の周りはモデルナとファイザー半々くらいなんだけど、モデルナ打った方はみんなね38度とか39度とかでね、うん、熱出て大変そうだったけど、でもまあなね、私最初からモデルナいいなって言ってたじゃない。まだモデルナへの憧れが消えない。3回目ね、この後さ、2回目だけじゃない、3回目打ってくださいねとか言ったらね、あの今回ファイザーだったけど、3回目からモデルナでもいいんすかねみたいなところに超期待をしているワクワクな玉木です、うん、モデルナでゴリゴリ、あ、抗体ができてる、できてる、できてるっていうのを味わってみたい気もする、うん、あと勘だよ、勘、こうなんかうっすら聞こえてくるお医者さんたちの話とかだと、モデルナの方がなんか効果がありそうなんだよ。効果が長く効きそうとか、やっぱり長くあと強く効きそうみたいなのが、うん、全体的にこう感じられて、あ、そうだね、副反応強いだけあってなんか長く効きそうだなっていうのがあるのと、あとファイザーの方があの心筋炎だっけね、あの、うん、打った後にやっぱり1週間くらいは激しい運動しないでねって言われて、うん、そう、心筋炎のやつはこれから出てくるんじゃないかなと思ってて、なのでまだ私はモデルナ推しはまだね、今回ファイザー打ったけどモデルナが取れなくて、モデルナへの推しはまだ続いております。はい、何度も言うけど、あのもうあのワクチン打った玉木は嫌いとか、あのワクチンは毒だからとか、あのワクチン打ったから占いが当たらないんだとか、あのその手のコメントはもうお腹いっぱいいただいているので、もう大丈夫です、間に合っております、はい、
あの私持病で持病、うん、うつ病をずっと患っておりまして、あのかなりの不安症なんですね。でなのでコロナに感染してじりじり死ぬとか超怖いんですよ。入院するとかめちゃめちゃ嫌なんですね。考えただけでもう不安で不安でしょうがないので、あのそういう判断であの打たせてください打ってますので間に合ってます。あと家族もね、まだちっちゃい子供がまだ2人もいて、あの、うん、私が入院したらすごく大変なので、その辺もいろいろ各家庭の事情とかね、いろいろ考え方とかありますので、うつなんて卑怯者とか、なんか裏切り者とか、なんかそういうのはもう大丈夫でございます。あの私の責任では私言っておりますので大丈夫です。はい、ということで何かあのこれから打つ人の参考になれば幸いでございます。何の参考にもならないが何もなかったね。うん、1回目も2回目もほぼほぼ何もなかった例として何も参考にならないかもしれないけど、こういう例もありますよと。はい、ということで、ね、副反応こんなにないと、あ、やっぱ私若くないのかとかね思ったりね、若い人が副反応強いよとか言われてる中でないと、ああそんなもう私も若くないんだなってこう思い知らされたりね、はい、しましたけれども、では何かの参考になれば幸いでございます。これから打つ人頑張ってください。頑張るっていうほどでもないけど、うん、気をつけていってらっしゃいませ。はい、ではさようなら。